しました。皆さんにご挨拶したいと思います。こんにちは。こんにちは。よさこいそら清瀬です。いささかちょっと元気ないんじゃないでしょうかね。もう一度発声ギリギリでしっかり声出しておきたいと思います。もう一度いきますよ。こんにちは。こんにちは。はい、ありがとうございます。いつもたくさんの人に見に来ていただいて本当に感謝いたします。ですね、台風がいろいろあったりしてね、日本中大変なことになっていますけれども、今日も元気に踊っていきたいと思います。皆さんにも元気がお届けできたらと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは早速1曲目にいきたいと思います。中学生高校生のメンバーで踊ります。サムライという曲です。この曲は、踊りが2パターンに分かれていまして、波と漁師を表した振り付けになっているようです。どうぞお楽しみください。で、2曲目なんですが、2曲目は、まだ 1月2月ぐらいに入会した新しいメンバーも加えて踊りたいと思います。優勢という曲です。お客様もどうぞ心が騒いだら手拍子、掛け声など一緒にお楽しみください。それでは1曲目いきたいと思います。サムライです。